そうだから1分、あ、1分だ、1分内に、あ、1分、1分内に。ユミの髪型よ、食べた人がじゃん。ヘルメットかよ、無理じゃない。いや、もっと食えるでしょ。若かったね、俺。絶対こういう情報と無理とかすぐ言うな。ね、こういう情報とかどこでなんか持ってくるんですかね。じゃあ僕は隣で応援したいと思います。あんまりうるさくすんな。はい、じゃあ早速いきますか。ちょっと待って、はい、このバナナ食べる前やから、はい、ちょっと俺自分ちょっとあのモンキーになる、なりきる。ああ、待って、じゃあ早速モンキーのマネ一回見せてください。あれいらないやつですね、あれ。じゃあめっちゃ必要。モンキーモンキーモンキー、いきましょう。ぶっさいくだな今の顔。うるさいな。あ、顔どうにかしてください、キモい。いきましょう、いきましょう。じゃあ、入ってきた、降りてきた、降りてきた。せーの、いきましょう。じゃあ、せー、スタート。あ頑張れー。あれ、うざいんだよな。最近見えてないじゃん、あれ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。おいや、バナナ早食い難しいっすよ。いやこれ、今もう1分で15秒経ってます。絶対無理ですね、これ無理です。じゃあ20秒経ってますね。20秒で今1個の半、絶対無理やんこれ。あ、うん、いや、この時もう限界来てたわ。口の中見えないのにね、見えないように。人間の口の中って意外とちっちゃいんだよな。モザイク、モザイク。ああ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 あ。いや、1分終了。絶対無理だよ。エイプロなんなんこれ。エイプロ口の中、これモザイクしてください、これモザイク。いやこれはね、結構最初の方ですね、これは。でもバナナ早食いってめっちゃ難しいから。あ、でも飲み込みづらいんですよね、すごい。でしかも、はい、あのもうおかゆ状態になってるんじゃないですか、はいはい、噛んだら、はい、口をどんだけ頑張って閉めててもその間からポリって出てくるわけよ。ポリポリってポリポリポリって出てくるわけですよ、はいはい、で一回出始めたらね、あの止めれないんですよね。あ、そうですよね。あ、でもあ、めっちゃいつもこの人なんか食べるギネスの記録に挑戦とかやってたら絶対出てくるんじゃないですか。そうですね。だから PD さんがこうやって頑張って編集してくださってるからいいですけど。ありがとうございます。いやでもなんか俺個人的に普通にバナナ出てるところ見たかったわ。なんか個人的に。あなただけで、ね、はい、じゃあ。おお、これ12秒で食べれる？これで応援すればいいんですよね。もう懐かしいなこれも。だから、あ、これは何秒以内に食えじゃなくて全部、いやこれはスタッフの方本当全部食えということですよね。いや怖いわ。あ、ほら見てください、もう見るだけで唾がもう溜まってる。うわちょっとちょっと、ダメ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 、セッティングしちゃダメだよ。セッティングしたら思い出しちゃった。ダメですよ、なんかあったら。あ、なんかあったら絶対ありそうです。めっちゃ苦い記憶があるんだな。なんかあるのかもしれないと。ありすぎてるよ多分。ユミの挑戦に参りたいと思います。あらららららら、皆さんもぜひ応援してください、はい、世界記録に挑戦するぜ。イエー、よーい、なんだこいつ。スタート。うわあ、すっぺ。コンボーレコンボーレ。いやもうちょっと早く食べれるでしょう。コンボーレ。ちなみにもう世界記録できなかったですね。頑張れ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 、おいしょ頑張れ、キュミ頑張れ頑張れ。いやーよだめ出てくるな。あー、もう出てきてる。うるさい、最後までいけ。頑張れ頑張れ頑張れ。何ちゅう表情だ。42秒。じゃあこれ罰ゲームしますか、負けた方。頑張れ頑張れ、負けた人デコピン、負けた人デコピン。頑張れ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 、おいい
カメラを見ろ、もっと食え、牛ミウン食えよ、1分過ぎてるよ、時間ないよ、過ぎてるよ、12秒食えよ。はい、以上にしますか。以上、ありがとうございます。今何個食べた？1,2,3,4,5 5粒食べて1分31秒です。拍手。遅っ、気合が足りねえぞお前。ちゃんと見とくわ俺が。取れた。僕がやってみせます。何カゴつけてんの？いつもなんか食う競技やったらなんかふんって出るけど、僕がやってみせたいと思います。痛い胸が。そんな悲しい。めっちゃ痛い。そんな悲しい。神だぞ。いきます。はい、行きたいと思います。じゃあ中野の挑戦。いや、ギュミンには絶対勝ちます。3,2,1 スタート。あ、ちょっと待って、スタートできてない。当てた。あ、今できた、今食べて。ああ、あーた、あー、頑張れ。自分も遅いやん、遅い。頑張れ。早いで。ほら、ほらほらほら、頑張れ。ほら、めっちゃ早いやんけ。おー、俺が負けたわけがないよ、だって21票だよ、もう21票だよ、無理だよ、だって。いや、これできないと、ほんますごいな。30秒超えてる、今。サロさんじゃん、おサロさんじゃないの。ほら、勢いが違うやんけ。あー、おー、よく食べれるね。頑張って演じしてますね。今、はい、生えてます。ちょっと待ってください、皆さん。いや、普通に見たいわ。忘れ入りますが、恐れ入りますか。来たらいて、来たらいてば、来たらいて。これはね、レモン辛いんすよ、マジで。まずレモン口に入れた瞬間ね、ベロが麻痺しちゃうんですよ。プラス、なんかレモンって酸性ですから、口のなんか歯がちょっとしみるんですよね、うん、いや、だから本当大変なんですよ。 今ね、その時思い出して鳥肌立っちゃった。あ、俺もなんか、あ、胸痛かったし。そうそうそう、その時にずっとゲップしてたら、もうずっとレモンの臭いで。ほんまそう。しかもこの時ね、罰ゲームをかけて、負けてとかデコピンを打たれる罰ゲームやったんですよ。なぜか俺、完全に俺が絶対に早く食べて、絶対にたくさん食べたはずなのに、数を見たらさ、俺が負けてるんですよ。なんで？なんでじゃねえよ、バカ野郎。え、なんかおかしいけど、とりあえずデコピンバーン打たれて、その後にこいつがレモンの殻をここから出して隠してたんですよね。その時に半分マジ切れだったから。いいじゃないですか、でも番組的に面白かったんで。いや、まあずる賢いですよ、たまにこいつ。面白かったからね、うん、まあね、まあでも面白かったっていうのもあるし、やっぱり何を食っても口から出ちゃいますね。そうですね、うん、なかなか治らないですね。そうやな、うん、いや、多分これからも多分無理でしょうね。まあまあ、多分ちょっと編集が大変かもしれませんけど。本当ですよ。させん。これからもちょっとお世話になります、はい。